もダメだし、まあツイッターもダメですよね。とどんでもないね。うん。トランプさんのソーシャルとかユーチューブじゃなく動画がね、まあ出てきたそっちに伸ばしていこうかなと思います。まあそっちに私もね参加していこうかなと。グーグルはもうちょっとねマジになるまではね、うんまあこんな感じでやっていくよ私は。あの。 本当にグーグルは3月末で一旦回転になるんですよ。でね、まあ、そのツルトランプさんのまあツルズ・ソコシャルが上場したんだけどもまあそうねまあヨーロッパでもその4大インターネット関連がね今呼び出しされてる最中ですねあのすべて買いたいっていうことで下手したら廃業って言われてますよね。うん あの、アメリカの方でも廃業という噂流れてますよね。まあ、グーグルアップル。グーグルアップル。メタバースの f フェイスブック、マイクロソフトはね。まあ、廃業の噂が流れているね。まあ、それよりは分社化するという噂があるのは、それと一つなんだけど。まあ、悪さをしてきたんだから、いっぱい一回は、あの、廃業した方がいいんじゃないかなと思いますよ。うん。やっぱりね、企業と大きくなりすぎたら、僕のことならんなあと思った。うん。 で、ね、みんなが株主のね、えー、プラットフォームを作ればいいなと思ってるんだよね。そのか利益全く出ないやつね。みんな利益を求めて配信するのはもう良くないなと思ってんですよ。早くベーシックにかむなってねその会話をしたりね一緒にゲームしたりねまあするようなそういうプラットフォームがいいなと思ってます。でツイッターはねねあの全部解体して、ねえー まあ日本人ね、まあ、ソーシャル作りたかったら作れた方がいいと思いますよ。インターネットもうちょっと開放した方がいいね。うん、であの、総務省がその割り当てしないんですよ。韓国ばっかりじゃない、中国とかね。まあ、総務省も出ててくれたらいいんですよ。電波の私物化してきたんだからね。昭和からずっとしてきたんだから。うん、昭和からずっと悪さしてきたね。あので、総務省もね。 まあ公務員というのが本当とんでもないなと思った日本のね公務員で非難ないじゃないの日本の公務員で大体ねいつもね隅っこなんですよあの派遣とかねあの期,間期間限定とかそんなもんですようんだからあのー、まあ早くね世の中解体して3月末かなやってやり直したらいいよね、うん、インターネットも最初からゼロベースでやり直したらいいよ 人気市場とかもね洗いざらい調べた方がいいよはっきり言うとねこれからはメイソン系の儀式出とったんかっていうね大体いいねメイソン系の儀式出たやつだけしか人気出ないんですよ芸能人でもスポーツ選手でもねそんなのはねもういらないんですよ確かうとしたらね、うん、ちょっとお金持ってますよとかそんなニュースいらないですから別にどうでもいい話だからねよく X とか Twitter とかね在日系のニュースばっか出してますよ 在日系の YouTuber の人気で何か事件が起きたとかね「それかどうしたの?」って言いたくなるね。でみんなそれでミーハーが集まるだけでしょ「くだらないよね」自分の人生どうなるの?」って「ホームレスの人をたくさんおる日本でさあの大谷選手が活躍して何になるの?」って言いたくなるね。日本人の人と貧困とかさホームレスなってるの一方のにさ炊き出しとかやってるのにさずっとやってきたじゃないさあのその西成でもどこでもね。だけど なんか日本っってて変わんんですよ、ね、なんかお金をね中心とした考えしかないんですよね。金を稼ぐとかね。だからあかのお金ってね印刷した分しか回ってこないよ製造した分しか。それもまあ、まあまあ、ごとと、まあまあ、ごとと一緒なんだからねそんなにねそれはもうみんながねいや違うんじゃないと思わなきゃ買わないですよそれね。よくトランプさんがプーチンさんがって言うけどね自分たちで変えなきゃそこはね。 あの大きいとこは可能性で帰ってくれるって言ったからそれ,それで助かるなと思って自分じゃできないから地下子供の人身売買だってねうちなんかがそできるわけじゃないから片付けなんでね本当にねこの4年間でいろいろしたよねまあ2016年が結構してたんだけどこの4年をもと知ったねいろいろとねなんかお祭りとかも私でも行きたくないんですよ花火ぐらいはっていいけどね自分で花火した方が早いよねそれやったらね ももう花火もしなくていいですわと思った、うん、自分の家で友達同士で花火したり家族とかねもう花火大会もいらないなと思った、うん、どうせね花火大会してもねどうせあの奏歌がやってるだけだか意味ないんですよスポ,ンス,スポンサーがうかじゃないかと思ったねそのライブ配信で見た時に私それはね